ご視聴ありがとうございます。今回のシリーズでは、1990年代に、家庭用ゲーム市場で数々の、競争を繰り広げた、スーパーファミコンのライバルたちを、ご紹介させていただきます。コピンブログにも、この動画の記事が掲載されていますので、ご興味のある方はぜひご参照ください。よろしくお願いいたします。スーパーファミコンのライバルたち、1990年代の、家庭用ゲーム機戦争。1983年にファミコンで、家庭用ゲーム市場を開拓した任天堂は、1990年に、後継機としてスーパーファミコンを、発売し、これに対し、この任天堂の牙城を、崩すべく、ライバルメーカーたちは、次々と新しい機能を、搭載したゲーム機を登場させ、この1990年代の、家庭用ゲーム機の競争は、次世代ゲーム機戦争と言われ、ユーザーや、メディアから騒がれるようになった時代だね。そんな、王者任天堂に挑んだ、数々のライバルゲーム機たちを、ご紹介させていただきます。PC エンジンの登場。1980年代に、任天堂のファミコンの独走状態だった、家庭用ゲーム市場の牙城を、崩すべく、先陣を切ったのは、1987年に、発売された、PC エンジンなんだ。おお、懐かしいですね、PC エンジン。この商品は、国産パソコンの先駆者である NEC が、家庭用ゲーム機に精通した、ハドソンとタッグを組んで生み出した商品で、当時、大ヒットしていたファミコンよりも、高性能なゲーム機として、話題を呼ぶようになり、ライバルの、ファミコンや、セガマーク3などと戦いを繰り広げながら、家庭用ゲーム市場で、ナンバー2のシェアを獲得することに、成功するんだ。ちなみに、PC エンジンの最終出荷台数は、1000万台だったよ。そして、1980年代後半は、高騰し続ける、ロムカードリッジに代わる、大容量で低価格な、ゲーム媒体が求められていた時代でもあったんだ。大容量で、低価格な、ゲーム媒体？そう、この頃の家庭用ゲーム業界は、慢性的な半導体不足に、悩まされた頃でもあり、ゲームの容量が増加するにつれ、ゲームソフトの価格が、どんどん跳ね上がっていってしまったんだ。確か、ファミコンが発売された頃の、ゲームソフトは、3800円とか、4500円くらいだったけど、価格が毎年少しずつ高くなっていて、1986年に、発売された、ドラゴンクエストは、5500円になっていたもんね。そうだね。さらに、1990年に、リリースされた、ファイナルファンタジー3は、8400円と、さらに価格が上がってしまい、あの光栄のシミュレーションゲームの、信長の野望に至っては、なんと9800円もしたからね。ひえー、9800円、ここまで来ると、子供たちが買える値段じゃないよねー。ということで、この高騰するロムカードリッジに、代わる媒体として、当時注目されていたのが、CD ロムなんだ。そういえば、この頃、世界初の、CD ロムドライブを標準搭載した、FM タウンズとかも注目されていたもんね。当然、家庭用ゲーム市場でも、CD ロムを媒体にした、商品が求められるようになり、それを実現させたのが、1988年に発売された PC エンジンの周辺機器である CD ロムロムなんだ。おお、懐かしいですね。CD ロムロム。この新しい媒体を採用したマシンは PC エンジンのコア思想に基づいた周辺機器として開発されたものであり、そのため PC エンジンからはファミコンでは実現できない魅力的なゲームソフトが登場することになるんだ。その代表作といえばパソコンで大人気だった RPG のイースやエメラルドドラゴン、風の伝説ザナブ、そして天外魔境シリーズ。後にメタルギアソリッドシリーズで有名になる小島秀夫さんの名作アドベンチャーゲームのスナッチャーなど数々の名作が発売されることになるんだ。そして憧れのアーケードゲームの移植作としては R タイプやスーパーダライアス、グラディオス、源平トーマデン、そして大魔界村などが発売されたんだ。コペンは大魔界村が遊びたいがために PC エンジンスーパーグラフィックスを買ってしまったからね。しかしこの CD ロムロムは夢のマシンではあったんだけど、一つ大きな障害があったんだ。大きな、障害？そう、ユーザーが PC エンジンで、CD ロムゲームを楽しむには、かなりの出費が必要だったんだ。確かに、なかなか手の届かない値段だったような。そう、この CD ロムハードの価格が、異常に高かったんだよ。何せ周辺機器の CD ロムロムだけで、5万円を、超えるというお値段。しかも、PC エンジン本体と、ゲームソフトの費用を合わせると、予算は10万円近くになってしまうんだ。ひえー、10万円。確かに、パソコンでゲームを楽しむよりは、お買い得ではあるんだけど、ファミコンの14800円に、比べると、子供たちにとっては、CD ロムロムのゲームは、高嶺の花のゲーム機であり、なかなか手の届かない、夢のマシンでもあったんだ。まさに、1980年代後半に、アーケードゲーム並みのゲームを、自宅で楽しみたいなら、Xbox 18000を買うか、PC エンジンで揃えるかの、選択になっちゃうんだね。そうだね。そう、PC エンジンは、アーケードゲーム並みのゲームが、自宅で楽しめるという夢の、マシンではあったんだけど、少し金食い虫のゲーム機だったよね。PC エンジンの流れを組む、
PCFX の登場。高性能で、大容量の CD-ROM ゲームが、楽しめるなど、話題も多かった PC エンジンだけれども、さすがに、1990年代に入ると、次々と新しいゲーム機が、登場するようになり、性能面で見劣りするようになるんだ。まあ、1980年代も、ゲーム機だもんね。そこで、NEC とハドソンは、そろそろ、後継機種の発売が必要になるな。ということで、1994年に、PC エンジンの後継機種となる、次世代ゲーム機を発売するんだ。当時、NEC やハドソンは、この新商品を、32ビットのフルアニメーションが、楽しめる、CD-ROM を搭載した、新しいゲームマシンの登場。という大文句で、この新商品の特徴である、2D の動画再生に、特化した性能を売りにして、市場に投入したんだ。その名は、PCFX。おぉ、PCFX。ちなみに、PCFX の意味は、PC が、NEC の大ベストセラーパソコンの、PC98 シリーズのことで、FX の F は、未来、そして、X は、未知数から取ったものなんだ。このマシンは、NEC が開発したこともあり、パソコンのような、拡張性も充実していて、デザインも洗練されていたことから、この年に、通商産業省の、グッドデザイン賞も受賞しているよ。価格は、49,800円と、かなりお高めだよ。この、PCFX が発売された、1994年は、大ヒットしていた、16ビットのスーパーファミコンを超える、32ビットの高性能な次世代機が、次々とリリースされ、この年の3月には、松下電器産業から、3DO が、11月には、セガエンタープライゼスから、セガサターンが、そして、12月には、NEC ホームエレクトロニクスから、PCFX と、ソニーから、プレイステーションが発売されることになるんだ。当時ゲーム業界の流れは、2D から、3D が主流になりつつあった頃であり、ライバルたちが次々と、3D 映像を売りにしたゲーム機を発表する中、この PCFX は、3D 機能は搭載されておらず、あくまでも PC エンジンが、売りにしていた、2D の動画再生を、継承したマシンで、勝負に挑んだんだ。あえて、2D に特化したゲーム機が、1990年代に、成功できるかどうかは、大きな賭けだね。そうだね、結果は、大惨敗。あらー。NEC と、ハドソンは、完全に家庭用ゲーム市場の潮流を、読み誤ってしまったんだ。そう、ゲームユーザーが、求めたのは、3D ゲームの方だったんだ。しかも、本体の価格が、非常に高価であったことや、発売されたゲームタイトル数も、少なく、目玉となるキラーソフトも不足していたことなどから、発売当初から、出荷台数が伸び悩み、最終出荷台数は、なんとわずか、40万台しか販売されずに、ユーザーから全く支持されることもなく、次世代ゲーム戦争から脱落することになるんだ。ちなみに、PCFX より売れなかった、ゲーム機としては、アタリ社の、アタリ、ヤガーの、25万台や、バンダイの、ビビンアットマークの、4万台という、家庭用ゲーム市場までに見る、売れなかったゲーム機として、再開争いを繰り広げることになってしまったよ。PC エンジンで、家庭用ゲーム市場の主アニーを、キープしていた、NEC とハドソンは、次世代ゲーム機の競争では、大きくシェアを奪われてしまい、この PCFX の惨敗が、大きくように、NEC は1998年に、家庭用ゲーム業界から撤退することになるんだ。NEC は、PC エンジンが発売されてから11年後に、無念の、撤退となってしまったよ。パートナーのハドソンも、1990年代以降は、ヒットタイトルに恵まれなくなるなど、業績が悪化。2011年には、コナミの完全子会社になり、そして、2013年末をもって、ハドソンブランドは消滅してしまうんだ。ハドソンブランドが消滅してしまったのは、悲しいですね。1980年代には、ファミコン初のサードパーティーとして、大きく飛躍し、さらに、全国キャラバン大会や、スターソルジャーの発売で、シューティングゲームブームの火付け役となり、PC エンジンのソフトを次々と、発売するなど、あれだけ輝いていた、ハドソンだったけど、名実ともに、40年の歴史に幕を、下ろすことになるんだ。今回はここまで。次回は、長年、任天堂のライバルとして、家庭用ゲーム市場で、戦い続けた、セガの、1990年代の、家庭用ゲーム機への挑戦を、ご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。